海外からの取材の方も見えてると思うんですけど、準備よろしいですか。ゼルダの伝説のゲームキューブ版で、こちらはちょっと、雰囲気が変わりました。ご覧ください。あれ突然発表されたでしょ。その時にこれ見てくださいってビデオでそれ見せられて、でやばいって僕ももうやばくなっちゃって、僕別にライバル製品を当時作ってるわけじゃなかったんですけどね、字で言うとやられたっていう感じになりましたですね。感動というかショック、驚いたというかね、パッとその時は分かんなかったんで、衝撃がすごくあるんですよね。そしてその新しい伝説はこう名付けられる、ゼルダの伝説風のタクト。遊んでいる全ての人が感じる、まるでアニメーションを触っているかのような感覚、それはトゥーンレンダリングという表現方法で描かれた全く新しいゼルダの世界。皆さんがすごくそれでびっくりされてるのは、逆に僕らもびっくりしてるみたいな。時のオカリナからムジラというふうにこうゲームをこうどんどん作っていった中に、そのどんどんそのリアルなものにこう移行していくみたいな方向性がちょっとゼルダには不釣り合いだなみたいなところがありまして、で私もそのクリエイターたちが作ってきたトゥーンレンダリングと称されるもので出来上がっているものを見せてもらった時に、あ、もうこれでいいんじゃないかと、これだったらきっと今までにないようなまた新しいゼルダの世界が作れるし、きっと面白いものが作れるよってことで、すんなりとそこに移行していったと。誰もが驚いたこの新しいゼルダの世界。しかし作り手にとってこれは正当な進化だという。ではゼルダの伝説はこれまでどのように進化してきたのか。歴史は記憶とともに遡る。ファミコンディスクシステム用ソフト第1弾として発売されたゼルダの伝説。広大なフィールドをプレイヤーが自由に歩き回るという、それまでのゲームでは決して感じることのできなかった自由度の高さを体感できた作品。アクションゲームが主体だった当時にアクションアドベンチャーという新たなジャンルを確立させた。ここから全てが始まることになる。
すごい鮮明に覚えてるのはあのパタって橋渡してこう一個だけ行けるやつがあってでこういやなんかデスマウンテンかなんかのこう川のとこにパタって渡すとここに穴が開くようなとこがあってそこはあのなんかにやられるやられるって爆弾やってたらポンってこんなのマジとかいうそういうねそれが未だにありますよねそこんなのマジとかいうそういうねそれが未だにありますよねそういうところがハートのかけらとかでこんなの多分見つかるでしょちょっと悩めばぐらいので置いてんのかもしれないけどそういうとこが伝説になったりするんですよね結局ね水の中からピョッと出てきて石吐いて隠れちゃうとかってもうその行為そのものが失礼だぞであれ思いっきりムカつくわけですよねやってる際人間がこういうことやられたらムカつくよねっていうキャラクターよくも作ってあるなっていう感じがしてあれは超ムカつくっていう感じですすっごい遊びましたよですから、ね、1日数分ずつ毎日ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ遊ぶんですねそのちょっとずつ遊ぶのが僕の中での楽しみだったんですよ僕はこの会社の帰り際にちょっとだけ遊んでパートを1個増やして帰る今日も遊べたとか思って大阪に1泊2日で出張行ったんです僕当時東京にいてて帰ってきたら終わってたんですねゲームが僕の続きから誰かがクリアしたそいつアルバイトだったんだけど社員にして未だに社員のままでずっとこき使ってますよねあの時の恨みできつく言われてるとは思ってないだろうとあれから10年経ってもまだ厳しいんだ俺らみたいなそういう扱いに大体なってますねゼルダの伝説は2作目にして大きな変化を迎える前作から数年後の世界という設定で登場した今作は世界観こそ受け継いでいるもののゲームとしては大幅な変更が加えられたアクションを行う街やダンジョンでは横スクロールの画面構成になりその間を行き来する移動パートは俯瞰視点の画面構成となったまたシステム面でも経験値の概念を取り入れたレベルアップシステムを採用しているなど現在のゼルダと比べるとかなり異色なゲームになっているリンクとゼルダっていうことを語るときに、もう一個忘れちゃいけないゲームっていうのがあって鬼ヶ島っていうゲームがその頃に出てるんですよ新鬼ヶ島
でリンクって作ったんですかっていう話を俺聞いたことあるんですね。ゼルダの伝説2じゃなくって 2D になってリンクの冒険だったじゃないですか、うん、なんでああいうゲームになったんですかっていう話を聞いた時に、ゼルダの伝説ではディスクシステムって、セーブができて長い物語のゲームができますよということで、物語に結構シフトしたゲームを作ろうと。けど今までの人たちアクションゲームやり慣れてるから、アクションの要素も入れてさという感じで、物語とアクションを半々にするのをディスクシステム第一弾にしたらしいんですよ。でそれからディスクシステムがどんどん普及していくと、当時ディスクライターっていうのがあって、どんどん書き換えていこうよというのがありましたよね。でその簡単に書き換えられる環境がそのゼルダによって広まったならば、ゲームって実は文庫本のように手軽に読まれてもええんじゃないかということで、呼び物として読みましまを作ったんですよ。でけどそうやって読んでばっかりいると、昔ながらの反射神経使うゲームって懐かしいよねっていう気持ちにきっとなるだろうという仮説のもとに、リンクはむしろ時代を戻すという意味合いで作ったっていうんですよ。でゲームって1本作るのでさえ大変なのに、その3つっていうのを同時に世の中の動きっていうものを狙って作るなんていうのは、まあ普通の人ができることじゃないよななんて思って、感心したことっていうのがありますね。リンクの冒険から4年半、ハードをスーパーファミコンに移し、表現力が格段に進歩した今作、美しいグラフィック、練り込まれたゲームシステムは万人をうならせ、この作品でゼルダ人気は不動のものとなる。また高低差の概念やリンクのアクションやアイテムも増え、ゼルダの世界に大きな広がりを与えた。今もなお人気の高い今作は、2003年3月にゲームボーイアドバンスに移植。名作は何年経とうと色褪せることはない。Thank you.